はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。何本目でしょう今日は。まあ10月大体どこの蔵も10月になると、酒造りの準備が始まり、いよいよ、仕込みが始まるということで、うちらの、水泳を一緒にやっとる、こう K 君なんかも頑張って酒造り2年目の酒造りに励んどるみたいです。まあどこの蔵も始まっておりまして、当店として、まあ、初めて 30BY 平成30年もんが、入ってくるのがこれ、初めて最初に入ってくるのがこれ、はい、これです。こっち側のいいかな、今朝絞りっていう、まあ、新潟の酒で、純米吟醸生原酒っていうのが、11月の8日の朝に絞られるっていうことで、佐渡の場合1日遅れの9日に入ってきます。去年の酒なんですけども、これ飲んだ時にちょっと新潟というよりもなんか新潟県外の、まあ絞ってその なんつうんだろう、何もせんで割り水とか炭使うたりとか何にもせんで、絞ったまんまの生原酒っつうのはやっぱり結構いい味があるんじゃねえかなと、去年あるなと飲んで思ったわけですわ。こんなもんでこれを今年もまた取りました。うち来るのは11月の9日、だから金曜日か、11月の9日金曜日になるはずなんです。何にもせんと、ただ絞っただけでこう船口からちょろちょろっと出てくるというか、ジャーッと出てくるその絞りたての酒という歌い文句ので間違いない、あのなんていうかリンゴだとかメロンだとかそういう香りとはちょっと違う、まあ、普通の米で作った酒らーなーちゅう、そういう味と香りのある純米吟醸です。白龍の今朝絞り11月9日に入ってきますんで、皆さんやってみてください。その案内を、相川近所の M さんに M 君に案内を出したら4本お願いしますということで注文いただきました。ありがとうございます。取っときます、間違いなく取っときますんで来てください。まあ最初はじ、まあ早うに飲んでみるのもいいし、まあその絞りたてをまあ缶して飲むのもいいと思うんだ。ほんでまあそのまま時間が経っていく経過をこう少しずつ飲んでいく、1週間に一遍ずつ飲んでみて味の変化を楽しむ、そういうのもいいと思います。まあ、純米の生原酒なもんで冷やしておくといい変化をしていくんじゃねえかなと思いますが、皆さんどうでしょうか、やってみてください。白龍の 純米生原酒今朝絞りってやつです。11月9日に入ってきます。一つよろしくお願いします。ありがとうございました。以上佐渡伊藤酒店晩酌151でした。